安倍智もじ6月26日から1973年4月23日は、日本の小説家、英文学者、翻訳家である。1903年6月26日、岡山県勝田郡湯野郷村大和中山に出生。父は安倍良平、母は森よ、次男。中学教師であった父の不妊により、生後2ヶ月で島根県大社町に移り、 さらに9歳の時、姫路志望図長に移る。旧制姫路中学を5年生のところを4年で修了し、旧制第8高等学校文科高類東京帝国大学英文学科を卒業。兄、公平の影響で文学に近づき、短歌を学んで、島木やカヒコに接し、また、トルストンやテイホフを愛読する。東京帝大時代に、初めての小説、火星を、 大学の文芸部の雑誌、主文』に発表し、その後、小説を中心に取り組む。1930年、27歳で、雑誌新潮に、日読対抗協議を発表してデビュー。同年、主知的文学論を発表、また結婚する。文学界1936年1月から10月に発表、12月に刊行した、冬の宿が代表作となる。 日本評論1938年9月から1939年8月に風雪を連載9月刊行。その後も小説や翻訳を発表し、明治大学教授として英文学を講じる。1941年、白芸を初めて訳し、これが翻訳の代表作となる。1954年の長編、人工庭園は女子寄宿舎を描いて、 女の園として、木下圭介監督で映画が、キネマ旬報ベストワンになった。翻訳も、活発に行い、世界文学全集の弊社として翻訳界の名手の、勘があった。草原推理文庫版、シャーロック・ホームズシリーズの最初の役者としても知られる。補修の口実筆記中に、1973年4月23日、東京都中央区築地の国立岩センターにおいて、 食道癌の試し去。69歳。川出処防新者より、全週全十三巻が出された。長男は安倍義雄、次男は安倍信夫、いとこは木村武氏。兵庫県立姫路西高等学校の校歌作詞を依頼され、共に当たうと題する校歌を作詞する。作曲は山田耕作。1952年。 1952年の地の命令事件において、姫路中学の後輩、黒岩敏郎が被告人となり、彼の依頼を受けて、特別弁護人として法廷に立った。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井昭一、藤原明、コンサイス日本人名治典第五版、株式会社三制堂、2009年46ページ。岩井博史、作家の臨終、母比辞典10ページ。 ありがとうございます。